の始め方、星3、ダンジョン作成拡張ビルダー漫画。この漫画は、ひたすらダンジョンを拡張する矢印、ハーレム後方拡張する矢印、おせっせする矢印、ダンジョンを拡張する。という感じのビルダー向け漫画であり、ビルダーにとってクッソ激烈に面白い作品に仕上がっております。主人公は人族に迫害されてなんか知り合いかなんかを殺された人族の魔術師のおじいさんであり、70年かけてチナクと呼ばれる魔力の通り道の魔力を固定化する魔法を開発、その有り余る魔力を使ってダンジョンを生成して、ハーレムを拡張しつつ自分を迫害したクズの国をぶっ殺すために頑張るシナリオ。前半のシナリオだったり、出てくる敵キャラのメス勇者を闇落ちさせたりする過程とかがダークファンタジーっぽいような感じなのだが、ところどころに書かれる気の抜けたコメディタッチのデフォルメ作画を入れてくるので万人向けで読みやすいし、例えばなんか中殺したオスキャラがモンスターになってせっせこ仕事をしておりますとかいう感じの書き方のギャップの表現がお上手。しっかり読者のニーズを加味したファンサービス漫画であり、例えばハーレム構成の勇者パーティーでも、勇者に惚れているメスは全員未開通とか、オスは徹底的に養分にして、メスは主人公のハーレム拡張要員にするとかクッソ激烈によくできている実用書。シナリオも読みやすくダンジョンやハーレムを拡張する感じもサクサク進むというクッソ激烈に面白いこれぞナロー系というナロー系の上積みの方の漫画。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よろしくお願いします。